穴子の白焼き白焼きとは、食材に調味料やタレ、油などをつけず直火焼きする調理法、または調理された料理のことで素焼きとも呼ばれる。食材に含まれる油を落としたり、旨味を閉じ込める、風味をつける、焼き目をつけるためにも行われる。離乳期や病気などで味がついてないものの方が好ましい場合などにもよく使われる調理法である。 食材の香りが表に出る調理法。ガスや電気の熱を利用する場合、炭火焼きをする場合など焼き方は様々である。一般的によく知られている、うなぎの白焼きは店頭でも売られている。うなぎの白焼きはわさび醤油で食されることもある。天然ものと養殖ものの違いが味にはっきりと出る、タレの味でごまかせない調理法と言われる。かば焼きの場合は、 白焼きを蒸してから、タレをつけながら本焼きする。炭水魚の甘露煮に,に用いる時の白焼きは、焦げ目がつかないように頭皮でじっくり焼く。一昔の日本の海から離れた内陸地では、炭水魚の白焼きは、保存食とされ、貴重なタンパク源でもあった。団子の甘みや香りを生かすために、焼き上げたもの、醤油などで味付けしたものは、醤油団子などと呼ぶ。ありがとうございます。